どうも皆様こんにちは、川端です。はいです。かいちゃんです。ですね、今回は今までのですね、過去、1年半年ぐらいあったんですかね、その動画をですね、全部まとめてっていうわけじゃないんですけど、あるあるね、ポイントをこうポイント、そのポイントをね、こう刻みながら、それをこうキュッとまとめたやつを今お送りしようかなと思います。すごい。はい、で、あとかいちゃんのいつものなんかよくわからへんやつやってもらっていい？うん、わかった。それでは、VTR キュー。知っとくといいじゃんコーナー。アルハンだからできるお店の裏側やみんなの知りたいことをですね、紹介していくコーナーになるんですけれども、今回は新企画1回目というところで、みんなの気になるところガクンについて説明していきたいと思います。はい、斉藤のワーフィットネス筋トレ。川端と申します。よろしくお願いいたします。神奈川のマルハン川崎桜本店から来ました、甲斐百合子です。はい、新 MC の甲斐ちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。でも結構もう最初なんか大変やったなっていうイメージ、すごいコメントもなくて視聴数もそんななかったところだったので、すごい大変だったイメージかな。じゃあ次行こう。 OK、はい、続いての VTR キュー。実況はキャッハー大内、実況していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。二社版サメが見たくなった場合はお近くのスタッフまでお申し付けくださいませ。皆さん、はじめまして、新 MC、平山です。そして、かいちゃんの、今日はレモン仕様ですけれども、かわいいと思いますよ。ありがとう。はい、ねネクタイさ、曲がってるよとか。なんか今日ピンクやん、どうした？今日は、ラム仕様になっております。ラム仕様かわいい。羊の方？ヤギの方？違う違う違う。違う、うん、レムのお姉ちゃん。レムのお姉ちゃんの、こんばんは。大丈夫、ね、今日なんだよ。初日の目、チュー、チュー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 チュー、無理、チュー、無理無理、チューチューチュー、ノーノー、チュー、チューじゃない、チューちゃん。はい、なんかすごい私ういういしかったよね。だいぶね。うん。でもなんか可愛さは今の方が可愛いよね。それはちょっとよくわからないけど。ね、ちょっと個人的にはね、あざとすぎて、芝居たのかなと思うし、いっぱいあったかなっていう。そう、もう1年間ほんま何回壁どついたか分からへんもんね。あ、本当、じゃあそんな感じで次の VTR に行ってみましょう。キュー。準備揃って、はい、いやもう大事だよ、この川端マネージャーがね。とりあえずドボンっていうか、まず、ここら辺に立ってもらうじゃないですか。やめろって、ほんまもう、やばいって。ここで、こうなってる時に、後ろからこう押してもらって、で、終わっ何こちらが本日の何これ、カレー、はい、これカレーか、なんか赤ない、赤いっすね、特製カレーなんで、入れたよ、はい、これティースプーンですね。ちっさ辛っ。ちゃれあれあれ、めっちゃ辛いっすよこれ。ウォータークリスマスをプレゼントしたいと思います。じゃーん、でしたじゃん、いきますよ。じゃあ、マジで、せーの、せーの、うわー、せーの、せーの、うわなんでかぶりに行った。
お餅。3、2、1。お前もちもちな肌してるな。ブーブー。結構おもろかったね。結構おもろかったね今。バツ。はい、かいちゃん。3、2、1。誰がハゲ。何言ってんの、全然違うダメ。川端。3、2、1。めちゃめちゃイケてる。オッケー。なんで今の俺イケんの。最初にしてたご褒美を用意しました、はい、最高。まずは、宮内さん、ヤスと、ナオルさんね、二人にあーしてもらいます。おいしそう。なんなの、ね、まあ、足にいていただいて大丈夫です。終わり終わり。2人は、では終わり終わり。まあまあ、ちょっとね、ほら、2人が食べてもしょうがないから、川端マネージャーにちょっと食べてもらおう、やっぱり。やめろやめろやめろ。うんうんうん。今日の勝利、おめでとうございます。あーん。発表があるそうなんで。かいちゃん。うん。なんだろう。じゃあテレポートお願いします。わかりました。それでは重大発表まで3、2、1。これどういう感じ？なんかあった？そういう感じだね。そういう感じ？後ろ見てもらうと、うん、なんか急に思い出の感じになってますけど、今日知っとくといいじゃんの継続会が
行われました。はい、はい、私としては、精一杯、説明したつもりでしたが、はい、まあ、やはり、この、秋から、はい、今までの、状況、また視聴回数、また費用、はい、うん、で結構この番組には多くのスタッフが、深夜業務として、はい、借り出されていて結構大変だったと思うんですよね。また、この先マルハンこのチャンネルの、大きな成長っていうところが非常に会社全体でも考えられてるんで、まあ、そこを踏まえて、今回、知っとくといいじゃんのこの検証の番組は、打ち切りが決定しました。まあ、力不足で申し訳ないなと思います。ということでこの番組が今日で最後で、そうだね、最後になってしまうということで、まあ、チャンネルでは我々映んなくなるかもしれないですけど、うん、会社を辞めたりとかいなくなったりするわけではないので、うん、もしも会えたらちょっと声をかけていただければ、ね、うん、かいちゃんなんて特に人気だと思う、恥ずかしがらず見てましたよ、見てますよっていう声があれだけでやっぱりちょっと嬉しいと思うので、うん、まあ一番にやっぱ大切なことはやっぱり見ていった視聴者さんがいるっていうところが、まあ、大切なのかな。で私たちが辞めることによって、うん、まあ、会社にとっては、まあ、利益というか、まあ、無駄な経費がなくなるというところではあるかなと。ただ視聴者さんにとっては悲しいと思ってくださる方もいらっしゃれば、もっと続けてほしいって言ってくださるお客様もいらっしゃいますし、視聴者さんもいらっしゃるんで、そこのやっぱ期待に応えられないというのは、まあ、もちろん多分かいちゃんが一番感じてるだろうし、まあ、私たちも、感じてますと。やっぱそういったところは何かしらの形で還元するしかないと思って、改めて、まあ、ゼロの地点に戻ってね、私たちはもともとホールスタッフですから、お客様としっかりコミュニケーションを取るというところで、まあ、対応していくしかないのかなと思いますから、もちろんやりたいですよ、やりたいっていう気持ちはあります。これまで東京マルハンチャンネルを見てくださってありがとうございました。まあ、もちろん素人なので、こういう風に YouTube を作ってアップするっていうこともすごく緊張もしましたし、面白くできてるのかどうかっていうのは毎回不安になりながらやってきた中でも、皆様からのコメントだったりとか、あとツイッターでの応援だったりとかっていうのが本当にたくさんいただいて、すごく楽しく面白く作ることができたと私の中では思っています。ただまあやっぱり今お二人が言ってたように、こう数字として結果に残せなかったっていうことが、まあ、今回の番組の終わりにつながってしまったので、ちょっと一旦皆様の前からは、さようならをする形になりますが、マルハンマンとしてはこれからも活躍していきますので、ぜひこれからも応援をよろしくお願いします。今までありがとうございました。こんな感じで終わります。今までありがとうございました。ありがとうございました。何ですか、そうわざとらしくやってます。あざとい、最後まで本当あざといです。